もうだから本当に何も使わないで、まあ、人間のあの、まあ、工夫とそういう作物に対するまあ愛情とか思いで、それだけで野菜を作るんですよ。だからあの本当に太陽の光と、水とあの土の力だけで野菜を作る。本来土が持っている力だけで野菜を作る。だから自然に任せて野菜を作るんで、あの、まあ、その自然に対して感謝の気持ちで、あの、その取れたものをあの、まあ、お供えしたり、雅楽をあの演奏したりとか、そういう感じで日本の、まあ、神社とかはやってますね。土作りとあと適地適作っていう技術があって、まあ、その土地に合ったあの作物を作る、自然に合った作物を作るって、まあ、その環境に合った作物を作る。生育するスピードはあの一般よりも結構時間かかって遅くて、まあ、ゆっくりじわじわ育っていく感じで、まあ、見た目も悪いですけど、でもいい時もありますよで味はすごい美味しい、ね、本来野菜が持っている、まあ、本当の味っていうのか、まあ、変な小細工じゃなくて、人間の愛情とか思いとかそういうものを自然プラス人の思い、それであの、まあ、本当の野菜、美味しい野菜ができるんじゃないかと思うんですけど、ただほったらかしではできないんですよね。やっぱ人間の思いがないと。自然農法はあの、まあ、農薬や肥料を使わないんですけども、その分あの太陽と水と土の恵みだけであの野菜を作っているので、それがあの、まあ、自然の恵みで野菜を栽培しているということになると思います。